新王平の正門神皇は、天行2年12月に、平の正門が、新しい天皇の意で自称した称号。以後、正門は、平氏出身であることから、平良神と呼ばれたとされる。後世の書物等ではなまって、平良神とも呼ばれるが、これは御章である。平の正門は、源の守るやおじの平国家、平良県ら一族との主張を繰り返し、 その延長とも言える合戦で、日立国府を蹂躙して、貢献を犯したため、図らずも朝廷に対する反乱者となってしまう。正門は、側近の起用の進言等もあって、東国制派に動き出し、下付国府や上野国府を占領し、上野国府にて、四方の門の警備を固めて、諸国の地目を発令した。その時、八万大菩薩の使いを名乗る一人の巫女が現れ、 ちのくらいをかげ、影、紙兵正門にお授けいたす。その一期は、左大人生に、菅原阿蘇の霊魂が捧げるところである。右の八万大菩薩は、八万の軍を模様して、ちのくらいを、お授けするであろう。今直ちに、三十二さがらを奏でて、早く、これを、お迎え申し上げよ。と告げる。正門は息を頭上にうやうやしく放じって拝礼し、ここにおいて、 起きようと藤原春持らは送りの創上、正門を名付けて、新王と称した。この、正門の新王戦勝に際して、射程の平昌平や古将岩隠行らは還元するも、聞き入れられなかった。新王を称した正門は、鈴鹿天皇を、本皇、本天皇と呼んでおり、藤原忠平宛の書状でも、付して、家計を思い巡らせてみまするに、この正門は、紛れもなく、 官武天皇の五代の孫にあたり、このためたとえ永久に日本の半分を領有したとしても、あながちその天運が自分にないとは言えますまい。とあり、また地木も万能諸国の国史の任命に止まっている。ことからも、その反乱を合理化し東国支配の経緯づけを意図としたもので、朝廷を打って全国支配を考えたものではなく、文国の王程度のつもりであったと思われる。なお、 天朝3年9月、カズサ、サキたち、上野の3カ国は、新王が大使として治める、新王人国となったが、当時はすでに大使は都に泊まり赴任せず、代理に、スケが長官として派遣されていた。当然ながら、バンド王国であるなら朝廷の監修を踏襲する。必要は、全くなく、日立守やカズサ守を任命すべきであるが、なぜか、スケを任命している。 ここでの日立之の助及び和佐助は、監修上の長官という意味か、新郎直轄という意味か、まさか時の記載の通り朝廷には、二審がなかったという意味なのかは不明である。その一方で、上野については、助ではなく守るを任命しており、統一されていない。ありがとうございます。